スマートフォンアプリを使って、アプリから自動で患者さんに生活習慣指導をしたり、もしくは心理療法に関する動画の配信やチャットボットでのやり取りを通じてですね、患者様の行動を変えて、生活習慣を変えて治療していく。ホリエモンチャンネル。はじめまして、フルアップの佐竹と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。アプリで治療する時代、デジタル療法という新しい臨床現場における治療手法をですね、開発をしております。私自身ですね、今はですね、株式会社キュアップというベンチャー企業をしておりまして、それとは別に普段日本赤十字社医療センターというところで呼吸器内科医と勤務をしております。またその他ですね、学会活動を結構活発に行っておりまして、日本ではオンライン診療とかデジタル療法とかそういった関連の日本遠隔医療学会という理事も含めてで、いわゆる事業と臨床とアカデミアと3本柱でやっているというところでございます。本日最初ですね、3つアジェンダありますので、こちら順々にお話できればと思っております。もしかしたらまだ世間的にはですね、この治療用アプリという言葉知られていないというところでございますが、ちょうど2020年ですね、日本で初めてアプリを使った治療というものが臨床現場で使われるようになりましたので、この治療用アプリというものがどういったものなのかについてお話をしたいというふうに思います。米国ではですね、このデジタル療法というの、英語でデジタルセラピー、デジタルセラピティクスと言われているものになります。次にですね、実際にこの治療用アプリ、海外また国内で多数の開発事例が出てきていますので、こちらの開発事例のご説明をしたいというふうに思います。実際にですね、試験を経て薬事承認、保険適用されたものがいくつか出てきていますので、そちらの事例を国内国外含めて話をして、最後ですね、この治療用アプリと言われる新しいこの治療ツールに関する可能性というところを少しお話したいと思います。私自身ですね、元は呼吸器内科医として病院でずっと勤務をしておりましてですね、その後ですね、中国で MBAを取得して、その後アメリカのジョンズ・ホプキンス大学という医療系で有名な大学院でですね、この治療用アプリに関する研究を実施して、当時日本ではまだ薬事承認を取るようなアプリというものはなかったんですけれども、アメリカに中国留学している時にですね、治療用アプリが出てきたのを見て、ぜひ日本で事業化しようということで、2014年から会社を立ち上げというふうな形でございます。まずこの治療用アプリというものをお話しする前にですね、医療に携わる領域においてですね、デジタルを使ったもの、いろいろとワーディングがありますので、ワーディングの定義を最初にご説明したいと思います。まず一般的に聞かれるのがですね、このデジタルヘルスという言葉になります。このデジタルヘルスというのはですね、医療に限らずヘルスケア全般の中で、いわゆるデジタルを使った様々な技術というものを一般的に指しておりますので、よくあるダイエット系のアプリ、 IoT のデバイス含めて健康増進に寄与するような、そういった広い概念のものがデジタルヘルスというものになります。さらにこのデジタルヘルスの中で、デジタル医療、デジタルメディスンと言われているものはですね、ヘルスケアではなくて、実際に医療のドメインで使われるデジタルの技術を指しているものをこのデジタルメディスというふうに言います。ですので、臨床現場で使われるものであったりとか、病気とか疾患に対して診断に活用するようなものとか、あとは治療の効率化といったようなもので使われるものをデジタル医療というふうに言われております。本日のお話の中でメインになってくるのは、このデジタル医療の中でもですね、実際に病気の治療や診断の目的で使われて、いわゆる医師が使うというふうなものになってくるとですね、薬事上ですね、しっかり規制化されて承認されなければいけないものになりますが、そういったものをプログラム医療機というふうに言われております。ソフトウェアアザーメディカルデバイスといって SAMD というふうに略されることが多いです。このデジタルのプログラム医療機器の中においてですね、診断をメインとするものと治療をメインとするものがありまして、私自身が会社創業してですね、メインでやっているものはこの治療をメインとしたプログラム医療機器、デジタルセラピティクス DTX と呼ばれているものになっています。治療目的としたものというとですね、少しイメージが湧きづらいかと思いますけれども、一般的に臨床の現場においてですね、私自身が医師として患者様の病気を診断して治療する際にですね、主に例えば肺炎とかそういった病気になった場合には、肺炎を治す感染症の抗生剤を処方して治すというふうなものになったり、もしくはですね、心臓のいわゆる血管の病気であればですね、カテーテル治療などデバイスを使って治すというふうなものが一般的な治療になる。医薬品はですね、基本的な化合物になりますので、体内に何かしらの方法で吸収されて代謝されて、薬理学的な作用、いわゆる薬効というふうな作用で病気を治していくというものになります。また医療機器、ハードウェアのものに関しては手術であったり、あとは循環系の病気であればカテーテルを突っ込んでその狭窄病を広げたり、解剖学的に治すというものがこの医療機器になります。本日話すこの治療用アプリ、デジタル療法というものはですね、スマートフォンアプリを使って、アプリから自動で患者さんに生活習慣指導をしたり、もしくは心理療法に関する動画の配信やチャットボットでのやり取りを通じてですね、患者様の行動を変えて生活習慣を変えて治療していくというものが、この治療用アプリの採用基準というふうになっております。
従来大体医薬品と医療機器がメインになりましたけれども、実は薬やデバイスだけでは治しきれていないものがたくさんあります。例えば国内で開発がされた禁煙治療のアプリに関してもですね、禁煙を補助するお薬があるんですけれども、それだけではまだまだ実は成功率低くて、大体1年間で禁煙が成功する確率は 30% ぐらいと言われています。薬ではカバーできないところをですね、生活習慣をこのアプリでモニタリングして指導して、また管理をする形にすることによって治療の効果を上げていこうというふうな取り組みになっております。キーワードで言うと、行動変容という言葉をアプリで引き起こすというものがこの治療用アプリの一つのポイントになるかというふうに思います。さて、実際にですね、先ほど薬事承認また保険適用というふうな話をしましたけれども、そうするとですね、この今の世の中で医療の現場で使われるさまざまな医薬品や医療機器というのはですね、開発から実際に使われるまでかなりの年単位の年月をかけて開発されるものになります。下側に書いてあるのは、こちら一般的な医薬品のですね、世の中に出るバネの承認のプロセスになっています。まず薬の場合はですね、こちらフェーズ1試験とありますが、第一層試験の前にいわゆる基礎研究とか動物実験を使った前臨床試験をやって、その後人を使った第一層の臨床試験、第二層の臨床試験、そして第三層の臨床試験をやって、それでしっかりと有効性と安全性が確保されたもののみが薬事の承認を経て実際に医療現場で使われるというものになります。そして本日のトピックになっているこの治療用アプリでもですね、薬事承認というプロセスを経るにあたって類似のプロセスを経て実際に国から認可承認また保険適用がされるというものになります。医薬品と多少ちょっとプロセスは正確には異なるんですけれども、それでもですね、この治療用アプリにおいても実際に患者さんに使ってもらう上でフィジビリティ試験、また探索的な臨床研究、そしていわゆる治験にあたるような第三層の臨床試験をやって、それぞれの試験でしっかりうまくいって、それでやっと国からですね、薬事承認保険適用がされて医療現場で使われるものになるというふうなものになります。ですので一般的なヘルスケアアプリの場合だと、開発をしてそのままリリースをして使っていただくという形になります。この治療用アプリは医薬品ほどは長くないですけども、それでも年単位のですね、こういったエビデンスを構築してしっかりと本当に薬と同じぐらい効果あるものなんだということを証明してから使われるものになるということになります。こちらがですね、実際にこの治療用アプリのシステムの概略を示したものになります。私先ほどアプリというふうに申しましたけれども、実際には患者さんが使うスマートフォンアプリと、あと病院で医師がデータをモニタリングして診療の補助に使う医師用のサイトと、そしてそれらをつなげるクラウドと、トータルのシステムで開発を進めて承認を取るものになります。まずですね、最初の診察の時にですね、医師が患者さんに対して、この患者さんであればアプリによる治療が望ましいというふうに診断した方に関してアプリを患者さんに処方して使ってもらってですね、そうすると処方されたアプリを患者さんが日々使うと、アプリを通じて患者さんは日々の体調だったり生活習慣だったり、あと禁煙であればタバコのとか吸わないか、そういったようなデータを入力をすると、そうするとですね、事前にこのシステムの中に組まれている患者さんの年齢、性別、病気の重症度を含めたそういった基礎情報と、あとは患者さんが日々入れた情報等をですね、自動で解析処理して、その日その患者さんに合った治療の指示をアプリが出すというふうなものになります。そのようなシステムから出てくるこの禁煙指導だったり生活習慣指導を患者さんがしっかりとこなしてモニタリングをしていく中で、患者さんは行動が改善されて病気が良くなっていくというふうなものになります。でさらにアプリ上に入っているデータがですね、当然ながらクラウドを通じて病院のデータで閲覧できるようになりますので、医師としてみても診察の効率化、また問診する必要性が少し減ったりしてですね、効率化、また質の担保にもつながるというふうなものになります。こちら別の視点からデジタル療法治療アプリの価値というふうなものに書いてあります。治療アプリの価値ですね、治療効果が出るのはどうしてかというふうな問いに対してはですね、こちらのスライドが分かりやすいかというふうに思います。臨床現場のですね、実際に行われている臨床のフローを時間軸で書いたものになりまして、大体患者さんが通院するのはで1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とか通院をしていく、通院しているタイミングの時はですね、実際外来も医師も忙しいので5分10分しか時間がかけられない。そうするとですね、患者さんの立場からしてみると、最初5分間診察を受けて禁煙指導の時に励まされてですね、よしじゃあ禁煙頑張ろうという形になって家に帰ると、家に帰るとですね、次の外来1ヶ月間結局患者さんは1人で禁煙だったり生活習慣指導だったり孤独な時間を設けてですね、次の外来までの時間を自分と戦わなければいけないというふうな時間があります。次の外来行くとですね、また5分10分指導されてですね、その時やる気を出してまた家に帰るんだけど、結局また次の1ヶ月間自分が1人で自己管理をしなきゃいけないと、このような形でですね、生活習慣というのは毎日ずっと日々日々向き合っていくことが大事である方で、今の臨床現場では本当に限られた点の時間でしか介入ができていないというふうな課題があります。このような状態に対して、いわゆるこの治療空白のところにですね、医師や看護師の代わりにこの治療用アプリが患者さんのスマートフォンの中でですね、日々患者さんの状態をモニタリングして、その状態に基づいて励ましたり指導したりしていくというふうなものになります。またこちらはですね、この治療用アプリ
リがですね、よくヘルスケアアプリとの違いが分かりづらいというふうに言われるケースがありますので、その違いを示したものがこちらの3つになります。まず1つ目がですね、このアプリの中に入っている指導の一個一個のコンテンツとか、あとはこの患者さんに個別化した形でメッセージを出します、このアルゴリズム一個一個がですね、しっかりエビデンスに基づいて開発をされたものであるというところになります。学会がそれぞれの結果習慣指導なり、禁煙指導なりに関するガイドラインを出していますので、そういったガイドラインとか、あとは様々な論文をベースとしてですね、開発をして、一個一個のこのアプリから出されるメッセージがですね、エビデンスに基づいたものが一つ目の違い。二つ目がですね、やはりこちら、医薬品と同じようにですね、臨床試験、試験を経て、本当に効果があるということをですね、確認をして、国から承認を受けて保険適用されているというところが違いになります。三つ目が、このような形で薬事承認を取ったものなので、誰でも使えるというものではなくてですね、臨床現場で医師が患者さんを診察する中で診断をして、この患者さんであれば、この治療アプリが有効だろうというふうな場合にですね、医師が処方して患者さんに使ってもらうというふうな使われ方をするというところになります。また、実際ですね、こちらのスライドがですね、臨床現場で使われるときにはどう使われるかということを示したスライドになります。最初ですね、診察をしてですね、禁煙治療なり、高血圧なり、他の疾患なり、患者さんに対してアプリを使って生活を良くして治療しようよというふうに医師が決めるとですね、患者さんに対してアプリを処方します。実際にはですね、アプリを処方するといってもですね、どうするかというと、アプリを使うために必要な処方コードと呼ばれるパスワードをですね、医師が患者さんに渡すというふうなものになります。患者さんはですね、この医師からもらった処方コードをアプリをインストールした後にコードを入力すると、そうすると初めてアプリがアクティベートされて使えるようになるというふうな使われ方をします。処方された後、患者さんは次の診察までの間ですね、スマートフォンに自分の体調を毎日入力するとですね、アプリから様々なガイダンスが流れてくるというふうなものになります。単純な励ましとか、あとは結果習慣に対するアドバイシングというものは当然含まれていますけれども、それだけではなくて、プッシュ通知を使ってですね、リアルタイムで指導できるというところが特徴になります。またその他、生活習慣を変えるにあたってですね、認知行動療法と言われる心理療法があるんですけども、そういった専門的なカウンセリング手法をですね、その一部を、エッセンスを動画にして患者さんに配信したりして、そういった心理療法についても学んでいただくことができるというふうになります。次の外来の時に患者さんがですね、このアプリを持ってくると、そのアプリに入ったデータが医師がパソコンで見てですね、前の外来から本日までの間の患者さんのデータを見て、問診をする助けに使ったり、あとは診察する上での患者さんとの会話のコミュニケーションのツールに使えるというふうなものになります。こちらのスライドはですね、よく聞かれるもう一つの質問で、治療用アプリとオンライン診療の違いが分かりづらいというふうなことが聞かれますので、違いをまとめたのはこちらのスライドになります。どちらもスマートフォン、また IT を使ったツールになるんですけども、コンセプトが全く違うというものになります。まずオンライン診療というのはですね、医師と患者の診察を対面からオンラインにするというところになりますので、いわゆる受診するこの日がですね、病院に行かずともスマホでできるというものがこんなオンライン診療と。一方で治療用アプリはですね、この診察日に活用するものというよりかは診察がない日にですね、患者さんが日々使って医師の代わりに患者さんにいろいろな指導を行うというものがこの治療用アプリになります。以上はですね、治療用アプリに関する概説というところになりました。この後実際にですね、事例を含めてご紹介をしたいというふうに思っております。まず海外においてはでかなり多くの治療用アプリの承認事例、保険適用の事例が多く出てきているというものがあります。近年そういった治療用アプリに関しては製薬メーカーもですね、この治療アプリに開発に数年、2、3年ですね、かなり参入してきているというふうな状態になります。こっちに書いてある3つはですね、米国のスタートアップになるんですけども、どれも有名なものになっております。一番左がですね、ウェルドック社という糖尿病の専門家が開発した糖尿病の治療用アプリを開発している会社でして、世界で初めて FDA の治療用アプリとしての承認と保険がついたものになっています。2番目はペアセラピティック社、またアキリ社とそれぞれありまして、このペアセラピティック社に関しては年に上場もしているというような形。こちらの表がですね、実際に米国、またイギリス、フランスにおける治療用アプリの薬事の承認、また保険適用の事例をですね、まとめたものになっています。領域としては当然ながら糖尿病とか、あとはアニクリソーダという精神的な疾患ですとか、そういったものが多くあるというところになりました。中には喘息という慢性的に管理するような疾患の治療アプリも出てきております。国はですね、アメリカが少し多めで、UK、フランスが継いでいるという形ですけども、少し見ていただきたいのはこの保険償還価格になっております。だいたい月$130という形になっていてですね、年間で1000ユーロという形で、普通のアプリにしてはかなり値段がある程度ついているというふうなものになります。こちら背景がですね、やはり比較となってくるのはですね、いわゆる普通のヘルスケアアプリとは違ってですね、この治療用アプリの場合だと、しっかり治験をやって治療効果があるということが確認されたものになりますので、医薬品と同じような価値を出しているというふうな形で保険会社からその価値が決定されているというものになります。とはいえですね、医薬品と比べるとですね、かな
り安い価格になっていてですね、米国でいうと糖尿病のこの治療アプリも大体米国の新薬の値段大体半分ぐらいというところになりますので、医薬品よりは安い価格だけれども普通の値付けアプリと比べると高いという形で、そういった値付けがされているというようなところになります。もう一つこちらドイツはちょっと別出しでご紹介できればと思います。治療アプリの事例、最初は米国で始まったんですけれども、ここ数年ですね、ドイツでの治療アプリの製品開発のパイプラインですとか保険適用の事例が最も多くなってきておりまして、こちらが方に示したようなものになります。背景がですね、ドイツはですね、治療用アプリに開発においてかなり国として積極的な政策を取っていてですね、通常医薬品とか医療機器というものはしっかり臨床試験をして治験をして有効性がちゃんと確認された状態で薬事と保険がつくになるんですけれども、ドイツの場合はですね、最初開発をして治験をしてなくてもですね、最初承認を取った後に仮召喚という形でまず保険点数がついて、その後1年間リアルワールドで実際に臨床現場でアプリを使ってもらって、そこでの有効性を再評価して正式な保険適用をつけるというような形で、これまでの保険適用の付き方とは全く違う国の政策としてやっている背景からかなり多くの事例が出てきているというふうなものになります。続いてこちらがですね、実際日本では開発どうなっているのか、こちらのものになっております。日本でもですね、2014年に薬事法が変わってですね、積極的にこのアプリの薬事承認保険適用するための枠組みができてからですね、いろいろなプレイヤーが入ってきているという形でございます。禁煙、高血圧、アルコール依存症、慢性心不全、糖尿病、いろいろとありますけれども、その中で日本では今現在実際に保険通っているものはですね、一つだけになります。こちら禁煙の治療用アプリになっていて、ちょうど2年前2020年の12月に初めて保険が通ったものになります。常にこちらは臨床の現場で禁煙外来とか行くとですね、医師から禁煙保持薬とともにこのアプリが処方されるような、そういった使われ方がされています。あともう一つ薬事承認取れているものでいうとですね、高血圧の治療アプリも今年の4月薬事承認が取ったものがあります。その他に関しては今現在開発を準備し治験を進めているというようなものになります。この後ですね、いくつか実際に国内外でこの治療アプリが開発しておりますので、少しエビデンスをいくつか紹介したいというふうに思います。こちらがですね、米国で初めて薬事の承認保険適用が通ったブルースターという糖尿病の治療アプリになっております。結構古くてですね、2011年に出た論文になりますので、臨床試験ではこれより前、結構かなり古い、こちらが最初の世界でも初めての治療アプリの事例というふうなものになります。だいたい症例は163症例ぐらいを活用してですね、アプリを使った群、アプリの使い方もちゃんと使った群、一部使った群、様々な群で比較して、その結果糖尿病のヘモグロビン A1C がどれぐらい下がったかというものを調べたんですけれども、こちらがその結果になります。青いやつがですね、アプリ使わないで普通の生活習慣指導をやったヘモグロビン A1C の下がり具合、赤いやつがですね、この治療用アプリを活用した場合のヘモグロビン A1C の下がり具合というところになります。見ていただければと思いますが、アプリ使った群の方がググッとヘモグロビン A1C が下がってですね、大体その差でいうと 1.2 の差があったというふうな結果が、これが統計学的に有意な差があってですね、治療効果が認められたものになります。少しこちらのデータからでお伝えしたいのがですね、この治療アプリ 1.2 という差、ヘモグロビン A1C 1.2 という差は極めて大きな値になっていてですね、糖尿病のお薬たくさんあるんですけれども、最近いろいろな新薬が出てきてますが、どの新薬もですね、試験において糖尿病の改善度を見ると大体 1% ぐらいの改善になっていると。要はですね、治療用アプリを使ったこの治療効果と、あとは糖尿病の新薬の治療効果と遜色ないぐらいの効果をですね、このアプリが叩き出したというところになります。こちらはもう一つ米国でのですね、治療用アプリの事例で、物質使用障害、いわゆる薬物依存症に関しての認知行動療法を自動でこのアプリが行うというところで開発をされたものになっています。500症例ぐらいやってですね、片群がカウンセリング、もう片群がアプリをアドオンして使って依存症のですね、薬物の離脱率を見たというものになります。こちら見ていただければと思いますが、左側はですね、普通のカウンセリングした群で、右側がアプリをアドオンした群の薬物のいわゆる離脱率を見たものになっています。有意差がしっかり認めつつ、さらにですね、試験開始時にもともと薬飲んでた方に関してはですね、カウンセリングした方だとほとんど離脱できてないけれども、このアプリをアドオンすると 30% 弱、25% ぐらいの方が実際に薬を離脱できたという方で、かなりな差が出ているようなことで、こちら承認が出ております。もう一つですね、ご紹介しますが、こちら小児のですね、 ADHD といういわゆる集中力がなかなか保つことができない、そういった疾患がありまして、アプリを使ったゲーム方式で集中力を高めてもらうための認知行動療法を学んでもらうためのアプリの試験になります。こちらも普通のアプリを使い介入して何もしなかった群で、こちらシャムアプリというちょっとダミーのアプリを使ってもらって比較した群になります。こちらも結果的にはアプリを使った群の方がですね、いわゆるこの ADHD における注意力低下に関するスコアに関して統計学的な有意な差を出して FDA の承認になったものになります。次に国内での治療アプリのエビデンスもご紹介したいというふうに思います。国内においては禁煙の治療アプリがですね、承認出ておりますけども、アプリを使った群と使わなかった群で600症例弱ぐらいをやったところですね、アプリを使った群の方が禁煙の継続率
率がしっかり高く出たというふうになっております。高血圧の治療用アプリもですね、国内で治験がやった事例がありまして、だいたい400症例弱ぐらいで普通の生活習慣指導をして、もう一つがアプリを使って生活習慣指導した群になります。様々なスコアあるんですけれども、こちら血圧測定の ABPM という24時間血圧測定したものとか、あとは家での血圧の値とか、あとは診察時の血圧の値とか、いずれのスコアにおいてもですね、この赤くアプリを使った群の方が統計学的に優位な差を叩き出したというふうな結果になっています。以上がこの治療アプリの国内外の事例とエビデンスのご紹介になりました。最後にこの治療アプリの事業可能性というところについてちょっとお話したいと思います。まずですね、こちら治療用アプリ、2010年にですね、最初に米国で治療用アプリの承認がされてからですね、かなり日本、アメリカ、ヨーロッパで活発に開発が進んできております。マーケットもですね、かなり大きくなるというふうな期待値が大きくですね、こちらは様々なマーケティングリサーチ出ておりますけれども、いろいろなリサーチの中でもですね、例えば一つのリサーチで言うと、2027年今から5年後においてはグローバルで1兆円を超えるマーケットになるだろうといったような予測もされております。またこの治療用アプリ、今開発されているものの主にですね、生活習慣病とか、また精神疾患を開発している治療アプリが多くありますけれども、このアプリの可能性というものはそれだけではないというふうに個人的には感じております。将来的には、例えば疼痛の薬、また吸入薬、ステロイドといったずっと飲むようなお薬のですね、自動調整を担うようなこの治療アプリが出てきたりですとか、あとは抗がん剤治療している方のですね、セルフケアを補助するようなアプリですとか、あとはリハビリ、在宅医療での活用といったような、いろいろな可能性を持ったこの治療アプリが出てくるんではないかというふうに考えております。こちら結合となります。治療用アプリは、いろいろなまだまだ薬では治しきれてないような疾患に関して行動変容というアプローチをすることで治療効果を出すものであり、社会的には意義は大きい。日本でも初めて医療機器アプリとして、プログラム医療機器として承認された治療用アプリが現れてきていて、今後も様々な治療用アプリの開発が適切なエビデンスのもとに進められているだろうということ。最後、治療用アプリは今後大きな発展が見込まれる治療手法であり、医療ヘルスケア領域における大きく成長する成長産業だろうというふうに考えております。以上となります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。衰退タイミングが決まってるんですよね。いくつかポイントが決まっていてですね、衰退ならないような行動をしてもらうっていうことをアプリがエデュケーションしていきます。